本当にこの3年半一緒にやったけど、初日から最後の日まで常にやっぱプロフェッショナルでしたね。おばんざーい。さて始まりましたバントークです。今回のですねバントークはですね、ついにというかですね、話したかったけど話すんもどうなんかなというふうにですね、バンドリュウジもずっと思ってたあの方の話をついに、してみようと思います。そのあの方というのはですね、キングカズですよ。まあね、今回はキングカズについてね話したいと思うのでね、キングカズとは、キングカズとは何々であるということをねテーマに、今回はねちょっと少し話してみたいなというふうには思います。キングカズ、三浦知良さんはですね、これはもう誰もがそうですよ、僕もそうですよ、やっぱ憧れのプレイヤーでしたよ。カズさんとの、関係性ですが、まあもう小さい頃から憧れてるのはもちろんのこと、2002年僕がヴィッセル神戸に移籍しました。その移籍した理由はこれはもう一つ、もちろん地元のチームっていうのももちろんありますけど、やっぱりカズさんがいたこと、キングカズと一緒にプレーがしたい、彼に憧れてやっぱ J リーガーになりたいと思って、彼と一緒にプレーをしたいっていうのが本当に夢だったんで、それをやっぱ2002年ヴィッセルで一緒にやったことで夢を一つ叶えられたという感じで、2002年、2003年、2004年、そして2005年の途中にカズさんがヴィッセルから横浜 FC に移籍をしたので、その3年半ですね一緒にやって、もう本当に常に見てましたよ。もう最初から最後までカズさんがやっぱどういう風にプレーをするのかもそうですし、日常生活どう振る舞ってんのか、どういう風に準備をしてんの、どういうケアをしてんねや、もう逐一やっぱカズさんの近くにいてカズさんのことを見てた、そのキングカズのいろいろな伝説を今日は披露したいと思います。まずはですねこれですね、バン PK 事件。これはね何かというと、やっぱカズさんといえば PK も練習でもうまいですし、シュートもうまい、もう今まで見てきた J リーガーの中で間違いなく一番うまいで、そんなカズさん PK 事件、これは2003年とか4年ぐらいやったかな、アウェーのガンバ戦で PK を得ました。その時の当時の3トップがバンド、カズ、ジョー、この3トップやったわけですね。ほんと超豪華な、そこで PK になったわけですよ。誰が蹴んねやみたいな感じになった時に、まあもう鉄板はカズさんですよね。そこでもう俺は若いですよ、22歳、もう俺やという風な感じでボールをもうスッと取ってですね PK を蹴ったわけですよ。そしたらものの見事に止められてしまいまして試合終わってロッカーに座ってちょっとうなだれてたら、カズさん来て「おいばお前さ」みたいな「次も PK やったらお前が蹴れよ」言ってくれたわけですよ。このキングカズに蹴ってくれと言われる、やっぱり外すことはあると、外すことはあるけど次もまた PK があったらお前が蹴るんやと、お前が蹴って点を取るんやという風なね、このメッセージを送ってくれるこのキングカズのやっぱですね人間の大きさみたいなものにねもう感服して、あやっぱりこの人はやっぱこういうメンタリティでこうやってやってきたからキングなんやなというふうに思ったこの PK 事件でした。 PK で蹴るとき、ボールの取り合いみたいにならなかった？いや取り合いにはならへんかったね。もう俺がバッと取ってクッともうボールも置いて向かったから、試合の前の練習試合も含めてやっぱ僕はゴールを量産してたんで、まあ、ある程度カズさんに認めてもらってたみたいなのもあるんで、ただでもやっぱ俺が蹴る前にカズさんからそのボールを奪ってる、カズさんが蹴らずにバンドが蹴るみたいなですね、こういうねちょっとねやっぱ自分の中でもクリアじゃない部分がやっぱ多分あったんでしょうね。外してしまったみたいなのもあったと思うんで、まあ、それからはね PK 自体はやっぱ俺もそんなに蹴ってない。なぜならその後も蹴ったんやけど結構止められたからあんま合ってないんやなと、 PK を取らずしてでもゴールを取れるようになろうという感じで、トータルではそんなには PK は蹴ってないけど、でもカズさんの言葉を聞いてそういう風なメンタリティじゃないとあかんねやなという風に持ちました。続いてのですねキングカズの伝説ですね、これです。ミートソース事件、これは何なんかというとですね、やっぱりこれもね、さすがキングやなというふうに思うわけですよ。やっぱちょうど2002年とか5年の途中まで3年半一緒にやった中で、やっぱ数々のやっぱプロフェッショナルだなと思うところを見てきたわけですよ。でそれの一つにこのミートソース事件っていうのがありまして、これは栄養士の人がヴィッセルについていて、カズさんもやっぱさすがやなと思うのは、貪欲すぎて試合前、練習終わり練習始まりまで全部写真に撮って栄養士の人に送ってたわけですよ。逐一栄養士の人に連絡してたという感じになってたんですね。でその中ですね、試合の前日ですね、ホテル泊まるんですけど、そこでやっぱみんなでご飯食べるわけですよ。俺らからしたらまた聞くのみたいな感じで思うわけですよ。でその時はね、ちょうど栄養士の人がホテルにもう一緒に帯同してたんで、お母さんがまずサラダ取ります、これいいのとかって聞くわけですよ。お母さん、いやいやサラダはいい、これも何回も言ってるでしょと。でその栄養士の人が言うのはね、バランスよくまず食べましょうと、で炭水化物は試合前は多めに取りましょうみたいな話をしてて、できれば試合前はお腹がちょっと重くなっちゃうんで、肉より魚とかの方がいいですよみたいな話を言うわけですよ。その当時、パスタが出てて、しかも現地で作ってくれるパスタやって、みんなもめっちゃもうむしゃむしゃむしゃって食べてたわけですよ。じゃあその中でミートソースがあったんですよ。じゃあカズさんがね、栄養士にねえミートソース食べていいのだって言うわけですよ。カズさん、ミートソースは肉ですとミートは食べないでおきましょうって言ってますよねと。カズさんはミートソースが肉やっていうのをこの時まで分かってなかったカズさん、ミートは肉ですよと、栄養士の人がミートはやめましょうとカズさんに言ってましたから、ぜひともね、カズさん、試合前はミートソースはぜひやめてくださいお願いしますそういう時ってどうなんですか、皆さんカズさんに突っ込むんですか。いや、栄養士の人は「いやカズさんよくないです」とだけ言ってました。ただでも肉を食いたいっていう選手もいるから、はい、それは全然いいのよね、うん、食べた方が調子いいっていう風な人もいるから、はい、ただでもカズさんは逐一栄養士の人に確認してたから、栄養士の人は肉は食べなくていいですよって言ってたのに、ミートは肉なのっていう確認してたカズさんがいたとお茶目ですねでもすごいですね、そんだけでもストイックってことですもん。そうだからそれだけもうプロフェッショナルで本当に逐一聞きながらやっていた。今も聞いてんのかなバンドリージだけが知る、キングカズの伝説、続いてはですね、こちらです。バンシャンプー事件、これはねお風呂での事件ですね。僕は最初こうシャンプーをしてたわけですね。でその時に隣にカズさんがやってきました。でカズさんはシャンプーセットを持ってやってきたんですけど、シャンプーが新しかった、新品やったわけですよね。俺がまあこうやって洗ってバーってしてる時に、カズさんの隣でなんかこうやってるわけですよ。とかってやってる、あれどうしてんねやろうなと思いながらやったら、バーンとかつって「これお前シャンプー出ねえよ!」とかって言うわけですよ、ね、一番最初にねシャンプー受かった時にポンプが奥までやってるわけじゃないですか。だからこうそのポンプを押しても出ないわけじゃないですか、はい、こんなの当たり前じゃないですかこっちからすると。でもカズさんそれを押してるわけですよ、必死でポンプのここで、いやカズさんポンプくるくる回して上にやんないと下に下がんないじゃないですかと、だからまず上にやってくださいというふうにしたら「あそうなのか?」みたいな「なんだよそれ、そんなの知らねえよ」とかって言って「いや知らんことはないのにな」と思って「ちゃんとできるのかな?」って見てたらくるくるくる回してスポン元から抜けてもらって「うせえやろ」と思ってうわって横見たら「おい全然ダメじゃねえかよ」とかって「なんか抜けちゃったよ」とかって言って、この抜けてここのペタペタやってるやつをここをこうやってやってでこうやって洗ってたと。これがキングのシャンプー事件です、ね、それだけねやっぱりちょっと天然なところがあるわけですよここで皆さん見てくださいね、キングカズとは、ね、天然である、よく言われてるでしょうけど、もう本当に多々あるから、まあ、カズさんはそんな感じなんやろなという感じでもうみんなやっぱ思ってたとっていうのがキングカズは天然であるとこれがあんまりこういうのは言ったらあかんかな消すんですかでね、やっぱりこうキングカズですよ。バン準備ですよ。やっぱよく言うじゃないですか、何にかけても準備が大事やと。で、僕はやっぱり、プロ21年間やってきて、あれほど練習前に準備をする人はもう見たことがない。練習が例えば10時からやとすると、大体みんな1時間前ぐらいにとか30分前とかに行ったりするんですけど、カズさんはほんと1時間半とか2時間前ぐらいに来て、そこで本当に毎日機械で筋トレ、ストレッチして、なんならトシちゃんの音楽をね後ろにかけながらやってるわけですよ。僕も最初行った時はやっぱりカズさんってすごいなと思って見てたんですけど、一緒にやった3年半、毎日この準備をしてると怠らず、試合でも練習でも 100% の力でやってると。そして練習が終わって試合が終わったらアイスボックスみたいな中に氷をたらふく入れて、足毛があんまり母さん良くないみたいなんで毎日アイシングしてる。冬でもですよ、これをね15分20分突っ込んでるわけです足に。でケアもして、専属のトレーナーもいて毎日やって、また帰って家でも多分そういうのをしてるんですよ。これをね今もなお多分毎日毎日やってると思うんですよ。だからこそのやっぱキングカズなんでしょうね。だから今も54歳でやれてるんやろうね。だからね、カズさんに憧れて J リーガーになって、で2002年から同じチームになって、で最後2019年に俺がガンバで引退する時メッセージをカズさんがくれたわけですよ。これは本当ね泣けてきましたね。カズさんに憧れてカズさんより先に辞めるなんて考えられんかったけど、結局その憧れて一緒にやった人に引退のメッセージをもらうとこれは泣けたね。なんか複雑やったわ本当に。それぐらい本当にやっぱカズさんのこと好きやったし、プレーも一緒にできたし。でもねカズさんとはねプライベートでは一緒にはおらんかったかな。同じチームでやってた、同じライバルやったから、カズさんとプライベートを一緒にするイコールやっぱりカズさんに憧れるバンドが出てしまう、そういう気持ちになったらレギュラー争いも含めちょっとどっかでやっぱりカズさんに遠慮してしまう自分が出てくるんじゃないかというふうにも思ってたんで、そこはちょっとこう一緒にご飯行ったりとかしたい気持ちを抑えて、プライベートはその3年半一緒にはならんかったね。そしてね他に泣けが知るっていうわけじゃないですけど、キングカズのかっこいい伝説バン外れた時こそ、これは僕がもう22の時に一緒に行った時にカズさんも34、5ぐらいで、移籍する前がカズさんが38とかぐらいまで神戸で一緒にやってて、やっぱ最後の辺ねカズさんもメンバー外れることも多かったのよね。メンバー発表試合前にされて、じゃあ外れるってもう分かるから、じゃあやっぱねそういう外れた時こそその後もめっちゃ練習するのよね。だからやっぱあれを見てプロフェッショナルってこうなんやっていうのを一緒にやって感じたし、もし自分がそういう時が来たらやっぱり自分もそうして、やっぱ次の世代にその背中を見せないといけない、でそれを引き継いでいかないといけないっていう思いがやっぱりあったわけですよ。だから39歳琉球でやりましたけど、吉琉球で何回か外れたけど、外れた時はすぐに帰ったねいや今思い出したもうイラつきすぎて全然受け継がれてないですね。いや確かにそうやなでももうちょっと前のセレッソの時とか大宮の時とかも外れる時があった、その時はやってたね。ただでももう39歳FC 琉球、その時で J3 でしたよ。外れた時にはもう怒り狂ってたんでなんで外すねんという感じになってたんで、それぐらいやっぱりもうカズさんのこのプロフェッショナルのところですよ。もう本当にこの3年半一緒にやったけど、初日から最後の日まで常にやっぱプロフェッショナルでしたね。それがやっぱりあるからもうキングカズだと思いますし、だからですねさっきは天然とかちょっと申し訳ないことも書いちゃいましたけどキングカズとはこれですよ、プロフェッショナルプロフェッショナルとはキングカズですよ。言うのは簡単やけどそれを実行するのってこれやっぱなかなかできないですよ。ちょっと天然でチャーミングなところもありますけど、やっぱりプロフェッショナルだなと。だからこそこうやって長いことサッカーができてるんやということをやっぱり多くの人に知ってもらいたいしですし、伝えたい、それがバンド流出の役目なんじゃないかなというふうに思います。いやいつかカズさんとちょっとおばんざい屋で対談したいですね。そうですね、もし来ていただいたら対談ですか。いや対談はしたいね。まあなんか引退とかどうとかこの辺ナーバスな話やけどどう考えてんのかなとか、まあ僕はもう辞めて2年半ぐらい経ってまた新しい立ち位置でサッカー界発展のためと思って今やってるし、まあ最近なら内田篤人、中村健吾、佐藤久人また新たに引退していってまた新しいそれぞれのいろんな像みたいなのを作り上げてるわけやん。そういう意味ではカズさんももちろんプレーはやりきってほしい。辞めた後やっぱサッカー界としてこのキングカズ、三浦知良やっぱどういう風に一緒に盛り上げていくこういうのも含めてね一緒に話していきたい。でおばんざい屋のレギュラーになってほしいそうしたらどうですか、今小野伸二が50万再生ぐらいいってるわけでしょ、はい、キングカズで100万再生とかいきたいですね完全に人にちょっとおんぶに抱っこですけどでカズさんとやった3年半はもう自分の中で夢のような時間だったし、そういうやっぱ憧れた人と一緒のチームになれる、これはサッカー界 J リーグのこう素晴らしいところじゃないかなと思うんで、どんどんやっぱり今の選手たちも子供たちに憧れられる存在になってほしいなと、そういうふうに思いますね。ありがとうございました。いくぞー、1、2、3、おばんざーい。カズさんまた出てください。